吉田さん、いや負けず嫌いって非常に大事じゃないですか。で、負けてたまるかみたいな気持ちがなければ、いや負けてもいいよみたいな話になっちゃうじゃないですか。ね、やっぱり商売で負けるってことは稼げませんってことですからね。で、稼げませんってことは商売をやって結果が得られないってことじゃないですか。いや商売って何のためにやるんですかと。利益を追求するんですよね。その利益でもって次の商品が作れて、さらに向こうの方にいるお客さんに物を届けることができる。っていうことなんですよ。で、商売がうまくいかなくて赤字ばっかりだったら、もうすでにですね、次のお客さんに商品を提供することできませんから、じゃあ何やってるんですかって話ですよ。まあそれをやってきたのが私なんですけどね、もうずっと赤字の店やってきましたから、一体これ誰のためになってるのみたいな感じですよね。私も苦しいし、少ないお客さんも苦しいし、なかなかいいサービスとかね、なんかお客様還元とかできないしね。で、従業員の給料上げてあげられないし、いいこと全くないんですよ。だからやっぱりね、私が会社をやっていて社員を雇っている時は、高い給料を払う喜びって言葉があったんですよ。で、高い納税額を、まあ、履行する喜びとかね、社会に貢献するぞみたいなね、そんなありましたけども、でも今はね、そうではないと。より自由に、より豊かに、家族に尽くせる喜びっていうんですかね、そういうのがありますね。いつもパパが子供のために、大和君のためにね、いろいろやってあげれる、いてあげれるっていうのもそうだし、ピンチの時には私が真っ先に駆けつけてあげる、っていうか駆けつけるも何も同じ家にいるんでね、駆けつけられますよね。だから金のためにどっかに出ていくってことはあまりないんで、非常に家庭マンっていうかね、家族の中ではもうすごくいい感じなんじゃないかなと思います。それこそお金で起きる不満っていうのはほとんどないですよ。だからなんか私はね、すごく気に入ってます今の暮らしがね。だからこそこの暮らしを壊さないために、お金に関しては1秒、1分、1円、10円全部大事にしていこうかなと思います。自分で稼いだ金だから何に使っても勝手でしょとは思わないんですよ。全てがこの暮らしを守るために使っていかないといけないし、だからこそ購入したものとか経験っていうのは少なくとも動画にアップロードして損がないようにしていきたいなと思うんですよね。まあ、確かにおちゃんさんが言うように、結局コツコツなんですよ。 YouTube やろうが何をしようがコツコツやるしかないんですよ。会社に勤めていてもすぐに成果は出ないですよね。だから本当に長年の積み重ねをしていくしかないし、その積み重ねの向こうに出世があって、昇進があって、部長職があって、もしかしたら社長職もあるかもしれないと。コツコツと積み上げられない人間、今日頑張れない人に明日の何をやるんだって話ですよ。だからそうなるとね、もう金のためとか会社のためとか誰のためとか関係なく、なんで今日1個が積めないんですかって話になっちゃうんですよ。この目の前にある石をもう1個積めない人に、じゃあ遥か彼方まで大きなね、石山が作れるかって話になっちゃいますよね。だから私はよく余計に思うんですよ。次の一歩、これだなと。なんか表現難しいんですけども、なんかね、やらされるもんじゃないですね、少なくとも。でも最近ね、こういう相談があったんですよ。自分の放送するときに台本書くんですかとかね。それとかアドリブで喋るんですかっていう質問があったんですよ。私の場合は、いや、アドリブでしょ、台本いるんですかって話したんですよね。でも台本がないとうまく喋れませんって言うけども、ライブ放送だろうとなんだろうとね、普通の会話をしてるんですよ。あなたは会話のたんびに台本書くんですかってことですよね。だから妙に意識しすぎて、綺麗にやろう、演じてみようって思うから台本が必要になってくるんですよね。でも私は何一つ隠すことなく、自分の思うがままに何も忖度せずにね、喋ってるんで、台本もいらないし、それこそアドリブの連続なんですよ。もっと言ったら人生ってアドリブの連続ですからね。台本なんてないし、仮に書いたとしてもその通りになるかいやってことなんですよ。じゃあ3年後に1億円稼ぎますって言ってね、始めたあるアフィリエーターがね、3年後に1億円稼げたかって言ったら稼げてないんですよ。1億3800万なんですよ。ね。だから計画通りだから1億円でやめますってことにはなんないんですよね。それはなんでかっていうと、やってることがもう止まらないぐらい面白くって、やってることが止まらないぐらいもう癖になっちゃったんで、もうオーバーランしちゃったんですよ。それこそね、一塁まで走ればいいのに、もうライト方向まで走り抜けちゃったみたいなね、そんな感じですよ。いや、そのぐらいの勢いがついてて、やってることが好きじゃないとコツコツなんてとてもできないですよ。コツコツやることが目的でコツコツやるわけじゃないですからね。なんか一心不乱に足元のことをやっていたら、振り返ったら1万になっていたって、ただそれだけですからね。だからやることが面白くない、もしくは面白くする工夫ができないんだったら、もうそれは退場するしかなくって、別の面白くない手取り14万を行くしかないかなと思います。もちろん収入が低いことを一方的に私はバカにしてるわけじゃないんですよ。収入が低い、そして収入を上げる方法がある、
どっちにしてもやることはコツコツやることには変わりないんですよ。だったらどっちの我慢を選択するんですかっていうことを少なくとも見てほしいなと思います。今日明日確かにサラリーマンアルバイト今日明日の、ね、コツコツもお金に変わるでしょう。でも大きく化けますか、それがそれでいいんでしょうかってことなんですよ。私は今日明日が金にならなくても、まあ、遠い将来にね大きな結果が見えてるんだったらそっちの方がね天井知らずの希望が叶えられるから好きだと思いますしいいなと思いますし、少なくともそっちを選んだから今みたいな人生があるんでしょうね。私がいくらサラリーマンをコツコツやっても多分今の人生はできないんですよ。その結果っていうのは最初から外れてるんですよね。まあそういうことを考えながらの今回の動画になりました。手取り14万いろんな考え方あると思いますけども、私手取り14万ではとても足りないです。最初から選択しないです。だったら手取り14万は私にとってはゼロと同じなんですよ。私にとってはですよ。他の人が14万をバカにしてないですからね、これはね。いってらっしゃい。